はい、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の飛田咲です。今回も囲碁実況の方やっていきたいと思うのですが、今回はですね、戦いの中でぜひね、皆様にも見て覚えていただきたい手筋2箇所出てきましたので、実践手筋の対局ということでお楽しみいただけたら幸いです。今回の手筋は絶対手筋の本にも出てくるようなね、すごいメジャーな手筋になってますのでね、ぜひ実践でも活用していただけたらと思います。それではやっていきましょう。対戦開始。対局を始めます。はい、待ちました。よろしくお願いいたします。今回白番で打っていきたいと思います。1手15秒の超早碁になります。初手を相手の方、こちらの小目ですね、喧嘩小目という構えでやっていきたいと思います。今日はね、花粉が幾分増しなので、結構コンディションとしては悪くない、しっかり頑張っていきたいと思います。小目に打つか星に打つか、星ですか小目で打つかで迷っているんですが、星でいきたいと思います。ここ喧嘩小目なんで、多分こっちかかってこられると思うんですよね。こう向かい合っている小目の時って、なんかここ優先して打つといいと言われていますね。っていうか私のイメージですかね。ここかかり返す手もあるし、受ける手もあるし、どっちにしようかなってところですが、ゆっくり受けていきたいと思います。三かな、かかりかな、それかこの辺ゆっくり開く大ゲーマー、はい、この辺が候補。両方締まられるのってやっぱ気分として良くないので、これは私もかかっていく一点か、はい、小ゲーマーかどっちもあるところですね。黒は挟んでいく手もありますし、受ける手もあるし、ここら辺ね、こうもう一手打っとくのも立派なところですよね。どういう方針で来るかですね。はい、これ一番穏やかな打ち方ですね。白2軒ぐらいに打っとけば穏やか、こうつけていくなんていうのも流行ですよね。そうですね、ここ締まりもいいところで、その辺がちょっと候補し、ここ急に輝いてきたな、私ここに打つことにします。多分でも挟まれるんですよね、そうだと。これとこれでちょっと迷ったんですけど、多分ここ来るかな、あるいは肩なんてのもありますね、雰囲気としては。盛り上げるみたいな、今現代風な打ち方、かかり以外ですね、このタイミングですか。そうね、これは白は相手しないこともできるし、対応してもいいしっていうところ、対応するとしたらコスミつけ立たせて挟むみたいなことですかね。単にこの手で挟むような手もあったかと思います。上下この4箇所ぐらいなんですけど、挟むポジションとしては、近づいてもな、これ簡単に逃げられちゃうんで、これぐらいに控えとく感じですかね。7、8、9、いやちょっと悩ましいですけど、上、多分ここら辺こう打たれると思います。2軒か、ここに打つのも結構急所ですね。ここに打ったんで、開くっていうのは考えづらいですよね。狭いから。多分何かしら脱出する、方法考えられる。これも一つの手ですね。覚えとかれると。次に黒ここに打つ手が形なんで、白こう打つ手もあるし、ほっとく手もあるんですけど、立派なんで、桂馬か、桂馬にしとくかな。三々に対して下がれる体勢なんですよね。ハイに抑えて切ってきた時に、このシチョウがちょうどここにぶつかって良くなるよっていう。もう一手入れるかな、それか手抜いて挟み、そうですね。ここ打ってても、次黒こう来たら私多分こっち打つんで、ここばっかり打っててもなっていう、ところはあったんですけれど、ちょっと待ってね、ちょっとこれでも手抜かれたんで、もうちょっとやっとこうかなってことで、ただこれどうしようかな、こう押さえ跳ねてきたら切りとかどうかなってちょっと思ってる、やりすぎですかね。6、7、でも切られるの怖いってことでこっち来られましたね。1、でもそれなかなかの手の気がしますね。4、なるほど、そう打つのか。6、7、8、ちょっと迫ってみる。次にこの辺覗いて、こうやって切っていくような手をちょっと見越しつつ、膨れには伸びる形なんですけど、黒の対応きて割り込みは激しいですね。こっち切るかこうやるかなんで、こっち切り伸びられてちょっと後続かない感じするんで、こうやる。そうすると自然とここカバーできてるっていう相手の方の主張だし、どっち守るか悩ましいですよね、ここ。ただこの場合こっちかなって気はするんですけどね、この黒の攻めを強調したい。ただここを頑張ると結構これ露骨にこう切っていく手鋭くなってくるので、この手でこっち守ってこの1目を軽く見とく手はあったかなって思います。ちょっと頑張りすぎな感じはするので、この手自体が。これ次三来るかな、それ嫌なんですよね。強い、絶対この相手の方強いぞ、もう分かる、強さが分かる。これこうやろう、
でも三三ですよね次。あいやそれ嫌なんですよね。一嫌なんですよ本当に。反発も七八九ちょっと考慮時間かな。反発残り2回です。反発したら何なんですかね。いやしかし切りが残る形ってあまりにも気持ち悪い。次ぐらいにしときましょうか。こう跳ねられた時にちょっとこう謝んなきゃいけない感じがすごい聞かされで嫌なんですよね。いやーちょっと嫌なんですけど、これは1本取られた感ありますね。まあしょうがないかな。でもここでね多分ねこれハイ打たないのがこういうポイント。ああこれ巻いて、いや強いな。次にこれ下がる手、下がってこう連絡する手を見てるんですけど、ここ飛び込む手も見てるんで、まあ、しかしこれ下がられたらたまらないんで抑えぐらいなんですけど、うまいこと聞かされてこっち眼形作る形になってきちゃったんで、まあ、これ見事だったなと思いますね。3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92
か抑えるかなんですけど、もうさすがにこれ次ってやりすぎ、1、抑えぐらい、抑えるも楽させちゃう、5、6、7、8、うん、もうちょっとこの黒の攻め見ときたいですよね。曲げて二段バネですかね、これ単二段バネ、3、4、5、もうありえる、6、曲げ自体が悪手な気がするんですけど、悪手と言いながら打つ私でございます。なんといっても、まあ、二段バネにはしていきたいんですけど、これを多分抑えだと思うんですよね。6、7、ここの具合がな、結構まあ覗きから跳ね出しでまあ切れないこともない形かな。ちょっと白も味悪い切り方なので気は引けるんですけど、まあ止めていきましょう。これ切ってこう一目取りに来たらこう白に打って両当たりになるけど、それが怖かった。それ実現したらマジ終わるんですよね。まあつないで伸びですよね。あ、こっち、まあ、これもでも分かんないけど抑えるしかないですよね。まあ、ここのこれとこれを絡めようっていう相手の方の意図は見えてきたんですけど、もうとにかく突っ張るしかないですね。私もやば、怖い怖い怖い、これ継ぐでしょ、で伸び切ろうってことか。1、なるほど、いい切りも入ってるしな、3、4、考えちゃいますよね。6、継ぐしかないんですけどね。で伸び切って全面戦争にしようって言ってますね。1、まあただ一見飛びぐらいで、とりあえずお茶濁しときますか。飛びには抱えるんですけど、世の中そううまくいかない。そう、絡めようとしてます。この伸びを相手の方打ちたいし、それが厳しくなるように誘導しようとしてますよね。4、5、6、7、8、いやでもよくわかんない。なんかまあこれこうかな。そろそろ抱えとかないとやばい気しますね。これ一回羽決めます。握手、2、3、4、5、6、7、まあいいや、これ次になると思います。継がないと白にここ切られちゃうので、まあ、こっち継ぐ手もあるんですけど、また灰が先手になるところをお相手の方がどう見るか。あ、こっち次、あ、なるほど、もう一気にこっち畳みかけちゃおうって作戦ですね。1、あ、まあ羽急所なんでね、確かに4、すごいタイミングっちゃすごいタイミングですけど、いやーどうしようこれ跳ねたい。あーでもちょっとその勇気と時間が、あー押し切っちゃうのかこれ。なるほど、いい壁ができるから、いやーこれ全部決めて守るってことかな。3、4、いやでもこれ二目の頭叩かれたらたまったものではないですね。いやこれね結構覗いてこう、いやーなるほどな、リズミカルな対応ですね。1、2、でも曲げたいですね。これ占領曲がりだと思うんですよね。ちょっと急所見えてますけど、これにはこうちょっといいとこなんですよね。この辺のハサミから2目取るの狙ってたんで、まあ、これはもうしょうがない、謝るしかないですね。切られちゃうから1、ここに守るけど、その前に覗き打つかどうかみたいな。4、5、6、7、ちょっとわかんないですね。割り込んで押さえてこうやってここに弾く手がなくもないなっていうことで、覗いてこうやると何なんですかね。こう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 、下駄か、はあ、ちょっとまずいですね。じゃあ8、この4目に関してはまあこれとこれが見合いなんで心配ないんですけど、結構ここを攻勢に立たれてるのが白としてはちょっとあれですね、嫌なところですね。いい構えを作られちゃってますね。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、まあ、とりあえずちょっと脱出してるんですけど目ないの で字作られながら結構攻められてるので、そのあたりがちょっと嫌だなっていう感は否めない。1、2、3、4、5、6、7、8、ちょっと反撃のなんかちょっと態度は見せてるけどあんま反撃になってない、切り一応強調はしてますけど、2、3、4、5、6、7、8、あーでも反撃されました。っていうかめちゃくちゃ強くないですか、お相手の方。やばいぞ、強敵すぎる。とりあえずこれ素直に受けてくれなかったんですけど、この1目そのまま飲み込まれると結構ピンチだと思うんで、逃げ出す、まあこうやるかこうやるかどっちかってところではあったんですけど、まあいつかここ守ってもらわないと困るんですよね。お相手の方は守りだと聞かされっていうことで今まあすごい突っ張ってこられてますね。あとこれちょっと逃げ出しとか少しうっすら睨んでると思います。この切りの価値がだんだん下がってきてるのが気になりますよね。やばいな、マジか、そこまでしますか。結構きつい、本当に厳しい攻めですね。跳ねたいんですけど誘われてるんですよね。もう誘われてるけど跳ねとこ。いやー結構ね、守ってこう抱えた時にこの辺に死が来るとつながってるよっていう形にしようとされてるので、まあ、バックされましたね。でもさすがにちょっと4、5、6、7、8、9、まあまず難しい難しい、まあ飛びとか急所ですけどね。いやただまあこっちも目ないし、この全体の黒も一応目ないっちゃ、この手で本当覗き打っときたかったな、よく見たら。いやちょっと遅れたな。いや結構この白もでも 目ないからきついですね今の手は。まあここいいとこ曲げ打ってるけど、はい、ちょっとですね、1、2、3、4、5、なんとか打開したいですね、この状況。7、8、9、いやここまでいけない、つけて反撃してくるな、これどうしよう、つけられたら。いや受けてはくれないでしょうねこれ。いやそうですよね、ちょっと行き過ぎちゃったな。1、2、3、この辺からちょっとごまかしに行くしかない。これ飲み込まれたら結構握手感はっぱないけどしょうがないですね。1、2、いや強い、目まぐるしい。跳ねたいけどな、引かれて何もないのかな。6、7、8、こっち打とうってことですよね。うまいと思いますね、めちゃくちゃうまいですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、やばいやばいやばい、この目のなさが半端ない。1、2、3、4、5、なんとかここでちょっと形を作りたいんですけど、まあ、ちょっと切りとかで少しこの値が効いてるので、こう黒が取ってきたらこう当ててこう抜いてこう突っ張っていくような形を考えているけど、その手さすがですね。あ、なるほど、さすがですね。それは全てを回避した手です。6、7、8、取っとくってことですよね。隅の生き残りはあるけど、まあ、全体の白の眼形1、2、3、4が少し心配かな。7、8、9、これでまた反撃されそうですね。こんな深くいっちゃいけないんだけどな。ちょっとこの覗きの具合とか見たいんですけど、1、2、3、4、5、6、まあ頑張って突っ張りましょう。こっちか、それもいいとこですね。これを丸飲みできそうなんで、1、2、3、その代わりこっちがちょっと薄くはなってるんですけど、それで突っ張れてるっていう判断ですね。突っ張られてたら困るんですけどね。1、2、3、4、5、6、7、8、読む時間がない。ちょっとこの辺とかも切っていけたいんですけど、
行きたいんですけど、これコスミ滑り、コスミには滑りで連絡できて、ここなんかちぎりたいんですけどね、結構距離あるんだけどな。いやいやいや、ちょっとそういう手はね、ちょっと一瞬心配してたんですよ。1 2 3 4 5 6、いや待って、7 8 9、あーちょっと待って、あここに打つ予定じゃなかったんだけどな。どうしようこれ、伸びてつないでこうやって切って切ってくる手はありますね。4成立したら G エンドかな。6 7、うわー来た来たよ。1 2、成立したら終わっちゃうね。それは5、でも潰しかないですよね。7で出切ってくる。黒も薄いけどな、黒も薄いですよってちょっと声を大にしていたい。こうやってこうやって切ってきたら、しかし覗くってないですかね。だから今これ決めるのかな、ここで7 8。あ、守ってこられましたね。さすがに薄いと見たけど、なるほどこれ全部利かしなのか。1 2 3 4 5 6 7 8。あ、バックしなきゃいけないのか。いやーさすがだな、こっち守るかな。1、この手で一回覗きたかったですよね。その手の後悔が多いですよね。3 4 5 6 7 8。それで連絡できちゃってるんですよね多分。1 2 3 4。いやちょっとこの程度じゃ微妙なのかもしれないんですけど、取っとくしかない。2 3 4 5 6 7 8 9。一応切れましたけどね。ただ切ればいいというものではおそらくない。3 4 5 6。少し味は悪いです。ここはなんか手 あってもおかしくない雰囲気は漂ってるんですけど、具体的に何があるのかと言われると、6 7 8、この辺とかもいいとこすぎる。来ましたね。いやそう言ってちょっと気になってたんですよね。1と言いつつこれはもう抑えるしかない気はします。この4目はもう今となってはもう取られてもいいですね最悪。まあ、今のところ多分これには抱えて見合いにはできてる気はするんですけど、ここいいとこだな。5 6。まあ、今となって忘れてもいいよって言ってるけど結構大きく見えてきましたね急にここに来て。4 5 6。もう一杯ハイは決めたい。1 2 3 4。これちょっと待って、5 6。こうやるってないですかね。こうやって逃げて、こうやってこうやってこうやってつないで、こうやって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 、これ取れてないのかな。もう読み間違いだったらゲームセットで。でもこれ多分逃げてきたらこれどっちかがうっかりしてますよ絶対。ここで差し込むのがいい。1 2 3。差し込むのいい手じゃないですか。差し込んで、でこうやったら、でこうやった時にこうやって抜いた時にこうやって繋いだ時に切るっていう、なんかすごい大掛かりな手筋になってる気がするんですけど、これ取れた気がします。6 7 8。ただ取ったけどこれは多分曲げといて、でここを曲げていった時に行き止まりなんですよね。あはい、だから取れてます。お相手の方みそんじだけど、結構このみそんじ痛かったはずですね。1 2 3 4 5 6 7 8。ちょい待ち、この辺ちょっと手つけて様子を見ておきたいのと、この辺に打つのがいいとこですね。ただスキーとかだな。1 2 3。先打つか。黒にこの辺打たれて確定時にされたら結構痛すぎる。ここ大きなみそんじあって得したんですけど、形勢それでいいのかどうかっていう、結構これいじめられましたからねこの辺。まあ、ただ結構いい取り方ができているので、あはい、この具合ちょっと気にされて守りましたね。眼形の具合もあるかなっていうところです。まあこれは一手守っといて、まあ取れてますね。この覗いてこうやって切っていく手を、まあ、白として見たかったんですけど、でも結構目ないこれ。
こうやったら白がこうやれば目ないから、結構この眼形お相手の方心配されてるけど、そんなに確かに裕福な状態じゃない。ちょっと様子見、これ引きぐらいかな。本当はこうグッていきたいんですけどね。グッていっちゃあかんのこれ。グッといって跳ね出して、4 5 6 7、え、まあ、これとりあえずついで、あやばいやばい、これここいいとこすぎたんで守っちゃいました。これ何、つぐとつないで1 2 3 4 5、手ないのかな、7 8、これでないって言ってるのか。あ、そうなん、1 2 3 4 5、ちょっと忙しいですね。6 7 8 9、ここちょっと分断に行って少し嫌がらせをしておきたいなということで、1 2 3 4 5 6 7 8、スケルテとかが少し闇なんですよね。6 7 8、多分、いや、そうでもないのかな。こうやられて、いや、こっちで来るんですかね。こっちか。で、まあ、バックしてつなぎですかね。1 2 3 4 5 6、つなぎで、まあ、これに対して抑えられる掛け目、結構目がそんなに裕福じゃない。1 2 3 4 5 6 7 8 9、だからちょっとこの辺に打つ手が少し、このこの石がもしここで連動してつながっていれば、これ自然と切れてる形になる。羽はめっちゃ大きい。え、ってかこれ長手で死ぬとかないですよね。ない、さすがにその心配はない。1 2 3 4、これ羽が大きいな。6 7 8、打っときましょう。黒から羽根継ぎ先手になる可能性高いですし、まあ、次抜け先手なんで、はい、そうですね、それで微妙だったか。1 2 3 4、あ、それ微妙でしたね。なるほど、6 7、ちょっと利かし方を誤りましたね。これこれが先手になっちゃって、曲げても抜かれちゃうんで、うん、利かし方失敗したな。まあしょうがない、切れちゃいますもんね。ここもうちょっといい手あったような気がする。まあちょっといっぱい一発抜いときますか。鋼材の無駄っていう説はあるけど、6 7、これに対して多分こっち受けなきゃいけないですね、お相手の方は。ああ、それはちょっと悩ましいですね。1 2 3、悩ましいけど抑えですか。でこう、うん、なんか手ないのかな。1 2、滑りいいとこすぎる。4 5、ちょっと一回当て決めて、6、これには置こうってことですよね。1、めちゃくちゃ味悪いけどな。4 5 6 7、滑りいいとこすぎるのでちょっと打っときます。滑りいいとこすぎますね。先手ですね、これ。こう受けようとされてるので寄せとしてかなり効いた形ですね。1 2 3 4 5 6 7、こうかな。羽根継ぎまでが先手になるかどうか。1 2 3 4 5 6 7 8 9、かなり味悪い。これ大きいですよね、きっと。ちょっと一回いたずらしてみたい気はするんですけど。1 2 3 4、今何もないのかな。6 7 8、ちょっと待って、ちょっと待って。これ押さえですね。つないでつないで、こうやってこうやって、こう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 、何もないのか。5 6 7 8、
まあその範囲に対してこれに対して多分抜かなきゃいけないんじゃないかと思うんで、1、2、3、4、5、まあ得ですね。2、3、4、5、6、7、8、ああ頑張られましたね。まあ、抜いたら、あ、何言ってんだこれ、抜いたら追い落としか。2、うっかりしてた。4、5、6、7、8、9でございます。これも抜きぐらいだと思いますね。抜きにすぎぐらい、ちょっとしたみそんじがここに来てありましたが、1、2、3、4、5、まあ寄せですね。これは単純に1、2、繋いで、なんかめっちゃ気になるんだけどな。1、2、3、4、5、6、7、まあ気持ち悪そうだし、羽根継ぎ先手っぽいんで、1、2、3、打っときましょうか。1、2、3、4、5、6、ワンチャン手抜いて、ここなんかないかな。気持ち悪いけどな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ちょっと見えた気がするんですよね。抜いたらこうやるしかないじゃないですか。でここに当てて繋いで下駄にして、こうやった時に放り込んでこうやれば告げない形だと思うので、6、7、この2目が多分取れた気がしますね。こうで、でこうやった時に放り込んで抜いた時に、ここに打った時にダメ詰まりの手筋なので、これが2目落ちたので、これは結構大きな儲けですね。7、8、9、残り2回です。まあ要するにここに石が来たことによって、ここのダメが詰まったので、黒は本当こうやるしかない。こっち出たらこう打たれて、これ当たりなんで、今下駄なんですけど、黒はこうやればつながりそうなんですけど、そこで手筋ですね。放り込んで抜いた時にここに打つ手があるので、この2目を取れましたね。それめちゃくちゃ大きかったです。これ大きな地荒らしたんで、多分しかも先手ですよね。次こうやってこうやって切る手があるんで、まあ、これは多分さすがに得したんで、地合いはいいはずですね。7、8、うん、そこに打たなきゃいけないですね。で、まあ、これもしかも受けなきゃいけないと思うんで、まあ、ここダメ開いてるんで、ここ切ったら攻め取りになる具合がありますね。こうやってこうやった時に、まあ黒のこの全体が目ないんで、まあ、この白との攻め合いになるんですけど、1、2、3、4、5、結構しかも黒もそんな手長いわけじゃないから、そう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 、まあ、この辺の白の手が全部先手になる可能性が高いっていうのと、コウ残りっていうことで、だいぶちょっと借金な状態ですかね。いや、うん、これはもうちょっとなんとか技が少し入ったんじゃないかな。1、2、3、4、5、6、そうですね、まあ、放り込みを打ちたかったんですけど、1、2、3、はい、でまあこう打ってって、まあ、黒はここに打つしかない。一手寄せこうですかね。黒白、ただもともと黒地だったかと思えば、まあ、白は負けても何の損もない花見コウの形なんで、はい、まあこうですね。まあ、一回抜き打ってつなぎになると思うんで、
抜いて、まあ、白は気楽な子なんで、まあ、結構受けて対応しちゃってもいいですね。1、2、3、4、5、こういうのも多分受けなきゃいけない。あ、局面的にしかも相手の方もそんなに功罪が多いわけじゃないから、まあこの子を争うこと自体も今多分結構頭悩ませてるとこですね。1、2、3、4、5、6、まあ次にこう打たれると取られちゃうんで、まあ受けとくぐらいだと思います。まあただ一応ここにやる功罪が出るようになったんですけど、1、2、3、4、5、まあ粒ぐらいで、まあ白はまあ花見コウではあるんですけど、全力でこう勝ちにいきたいところですね。この覗きも効くのかな、なんか抑えられて損なんですけどね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、大した功罪がない。もうこれもうちょっと、そうですね、ちょっとこう諦めた形なんですけど、まあ白はもともと黒地だったんで、まあ、取られてもダメージは少ないですね。まあ、こことここを多分天秤にかけて、まあ、見合いにした感じですかね。抜き、まあ振り替わりのような形ですね。まあ、あとは寄せなんですけども、まあ、そんなに大きな寄せも残っていないような感じですね。あ、はい、というわけでここでね投了になりましたね。まあすごい非常に難しい碁だったんですけども、まあちょっと今回は手筋がしっかりと決めることができたのが良かったかなと思いました。ポイントの場面を振り返っていきたいと思います。対局ありがとうございました。はい、というわけでポイントの場面を振り返っていきたいと思います。まあこちらがね投了した局面なんですけれども、まあ白地がこことここに結構あって、まあ、黒もこう黒地ではあるんですけれども、まあ、合わせるとちょっと白の方が多いということで、お相手の方地合い不利と見て投了されました。はい、というわけでポイントの場面ですね、まあ、2箇所あったと思うんですけど、ポイントの場面がまず1つがこの局面ですね。まあ当たりでつないで白が当たり抱えた時にこうお相手の方が逃げてこられたんですね。まあここに黒がいるんで、こういう風に打ったらもうシチョウにはならないよっていう両当たりなんで主張なんですけれども、まあ、ここで白から手筋がありましたね。ここで割り込むのが手筋です。このダメ詰まりの手筋なんでね、これをちょっと局面でしっかりとね判断するの難しかったんで、お相手の方見損じだったと思うんですけど、まあ、これダメ詰まってるんでこうやるしかない。でまあ継ぐと取られちゃうんですけど、ここでこういくのがポイントですね。で取ったらここに当てますね。で当たりですのでつなぎなんですけど、で切られてしまうということで、ちょうどここが切りがあるのがポイントですね。ダメが詰まって切られてしまうっていうことで、実戦はお相手の方は、まあ、ここまでやっぱ逃げていってしまったんで、結構これ損が大きかったと思います。ここでまあちょっと白はだいぶこういじめられてたんですけど、まあなんとか形勢が良くなったかなと思いました。はい、というわけでもう一箇所ですね、ダメ詰まりの手筋として左上も一つ手筋が発生しましたね。まあ、この局面でここに打たれて白はこれ目ないんですけど、この2目を取る手があります。まあこれはすごいね、なかなかちょっと手筋の勉強してないと気がつきにくい手なんですけど、まあこれがまあ効くとして、まあどうしたらいいですかっていうことで、まあよろしければね画面止めて考えていただけたらいいと思うんですが、ここに打つのが正解ですね。まあこれ下駄になっちゃうんで、こうやったら逃げても取られちゃう形なんで、まあ、黒としてはこうやるしかないんですけど、ここでまた大事な手筋放り込みですね。
取った時にこうやって継ぐと取られてしまいます。これ放り込み打たないとこうやった時に継ぐつながっちゃうので、わざとこう取りにして相手の形をダメ詰まりにするのがすごいポイントでした。まあ、こことここで2箇所ねダメ詰まりの手筋が出てきましたので、まあ、今日はそこの勉強という内容になったと思うんですけれども、まあ、碁自体も非常に険しい難しい碁だったので、まあ、最後幸いしてよかったなと思います。ご視聴ありがとうございました。